都市にはすでに手にしていながら、その価値に気づかないでいる膨大な文化の蓄積がある。私たちはその文化の価値を再発見するため、神戸、京都、大阪などの街へ繰り出し、その背面を求めてシャッターを押した。 The Backside of the City、 都市の再発見。恵比寿橋をドミノ筋側から撮影した写真で、都市の背面っていうのは同じ場所を違う角度から見たらいいんじゃないかと思って、恵比寿橋の上から撮るの、テレビとかでもそこでインタビューしておられたりとかするイメージがあったんですけど、恵比寿橋から見るんじゃなくて、その御堂筋側から見るとまた雰囲気が違って見えるなって思って、人によって都心の背面か表面かはすごい同じ場所でも違うんじゃないかなと思いました。天神祭り商店街の写真なんですけども、手前がもう天神橋商店街なんですけど、奥が違う場所になるんですよ。一本外れた道になってしまって、天神橋筋商店街って道一本外れると、まあ、人気のないもう静かな場所に変わって、なんかちょっとネガティブな空気を漂わせる場所になるんですけども、間にある絵がたくさん飾られてるんですけども、この天神橋筋商店街のイメージをなんか表してるんかなと思って、一本外れればそのお店もない、もう少ない、にぎわいのない普通の場所になるんで、天神橋商店街っていう日本一長い場所っていう名があって、そこで働いてる人々の活気とかがあってこそ成り立ってる場所っていうのを、この路地の写真を撮ることで天神橋商店街の華やかさをきっちり表してるんやなと思って写真を撮らせていただきました。シャッター街となっている商店街なんですけれど、休日になるとマーケットが開かれてお客さんが来るようになっています。アーケードとシャッターと人、そして奥には店も見えて、普段はシャッターが閉まってしまっている寂れた商店街という印象なんですが、お店が出店されることによって、それを目的に再び人が来るようになるということを感じました。商店街のもともとお店をやっていた方々は高齢化していて、店をすることができなくなっているのが現状なんですが、新しく若者などが入っていくことによって、古い文化と新しい文化が合わさることで、また新たな文化になっていくんじゃないかと思いました。地域のもともとあった文化だったり地形だったり、さまざまな要素が絡み合って今この文化になっているんだなっていうことを実感できました。この写真は僕の近所の家と家の間の裏道を撮った風景です。こう一見すると地下道のように見える写真なんですけど、夜の背景と薄暗い狭い路地がこう照明によっていい感じにライトアップされている風景が僕にはとても魅力的に感じたので、この写真を撮りました。どこにでもあるありふれた感じというのが、とても新鮮に感じました。デートスポットに使えるのではないかなというふうに感じました。もちろんイルミネーションがある道というのも素敵だと思うんですけど、こういった雰囲気のある裏道というのも使えるのではないかなと。今までその価値を見出せなかった都市の裏面というのも、またこういった一面があるのではないかと思いました。2017年12月撮影した写真は、都市フィールドワーク写真展として大阪市北区中崎町のギャラリーで展示された。やっぱりフィールドワークを行う上で、違う他のメンバーの写真を見たりすると、新しく都市の背面の考え方について考えることができました。子供の頃に友達の家に行く時や学校の帰り道に歩く道はとても新鮮なものに感じたんですが、年を取っていくごとにその感覚がだんだん薄れていくような感じになりました。
これまでの自分の人生の中で歩んできた道のりが、またこうやってフィールドワークに出ることによって新たに再発見することができたというのが一番の魅力です。普段何気なく歩いてしまって見つけることができない小さな変化や小さな特徴とかにも、写真で止まってみることによって気づくことができたので、実際に歩いてみることも大事だけど、写真として切り取ってその一場面から奥にあるもの、どういう背景があってこういうものが出来上がっているのかっていうことを知ることが